解文書とは、信憑性及び発行者が不明な状態で出回る、事実上の匿名の文書である。内容的には、その多くが特定の組織、個人などに関する情報と称する、類のもの、誹謗中傷もしくは一方的な主張を述べるものとなっている。根拠不明であるかあるいは明確に誤った情報で、ありながら、拾い読んだものにある、種の影響を与えうるために問題視される。 ビラの内容が虚偽であってもそれを証明することは難しい。会社、大学、役所などの組織において不満を持つ者や選挙の際に対立候補を貶めることを望む者によって多く作成されるとされている。たとえその内容が全くの事実無根だったとしても嘘であることを証明することが不可能ないし困難な場合もあり、様々な事情により、 当事者が否定しきれずに、あるいは嘘であることを証明できぬままに、さらに問題が大きくなってゆくケースも見られる。不正を世間に知らしめるための義憤に基づく、内部告発という形によるもの、権力や出世争いに絡んだ、尻死欲による、暴露、中傷を目的とするもの、精神疾患による妄執によるもの、また、単なる愉快犯によるものなど、 その作成の動機は様々である。過去のケースには完全ないたずら目的でルフされたものも見られる。最近ではアクセスカウント数やアフィリエイト収入を効果的に稼ぐため二字目を集めることなどを目的としたブログの持ち主が企業不祥事、著名人のスキャンダルを託バッシングの風潮などに常時てこのような怪文書が出回っていて自分も入手したなどの容態を装って 自作の怪文書をインターネット上に掲載し、これが怪文書の発信源となっていると応募しきものも少なくない。怪文書の定裁をとってルフされる情報は、組織の内部における秘密情報であるが、内部のものによる内部情報の漏出は背任罪に該当することがある。また、行為者が内部のものであるか外部のものであるかを問わず、それが真実であってもなくても侮辱罪や、 名誉毀損罪になり得る。さらには、データの入手方法の遺憾によっては、不正アクセス禁止法違反や不法侵入罪に問われることもあり、データの取得の際に合わせて例えばその媒体として、有形物をも取得すれば窃盗罪にも問われ得る。これらの犯罪の発覚を恐れてか、解文書の制作者は、多くの場合において不明であり、匿名であるか、あるいは個人を特定させない事象を取る。 解文書が単なる告発と異なる点は、発信者自身は匿名を強く望んでいることで、そのため作成者の真意や内容の真偽が不明な傾向が強い。ただ、事前にそのような可能性がありうるという心象を読者側が持っていた場合に、それなりの行動を誘発させる要因になりうる。古くは落書きのような手書き文書をわざと人目に触れさせる。 形で貼り付けたり拾わせたりといった様式もあったが、郵便業務の発達した近代以降では、そのような情報に比較的関心が高いと思われるものに郵送するという形をとり、近年ではコピー機やファックスの普及といった情報機器の発達や通信の利便性向上により、より広範囲に短時間で撒き散らされる傾向が強い。特にインターネットの普及以降は、 これらの解文書発信者はより簡便に、より大量に、より素早く、そして匿名性をより維持しやすい環境が整っている。ありがとうございます。